井です。ヘロトです。お願いします。お願いします。はい、本日なんですけれども、はいはい、いつもよくしていただいている大井さん、はい、走る大井チャンネルの、あ、GS ってあるんじゃないですか。GS あります、ね。で、まあ僕ら結構使わせていただいているので、はい、購入した度とかその都度その都度、まあ紹介はしてた。あとはしてねえか。してないです。まあなんで僕らが持ってる今 GS を皆さんにね紹介していこうかなと思います。はい、じゃあもうヒロトが早速ね着てるんで、あ、GS シャツか。背番号いつも自分が着てる5番です。ラガーズの5だもんね。ラガーズの5なんです。で、つけてレインボーカラーのマークで。今はね、ロンティーとかも出てるんだっけ。ロンティーとかパーカーも出てる、ね。うん。デザインもさ、おしゃれな感じの。おしゃれっす。のがあるので、モンタナスポーツさんで購入。はい。なので、まあ、ウェア系もモンタナさんでやってるので、結構ね、おしゃれなウェアとかもあるので、はい、ぜひぜひ、リンクの方からチェックしてみてください。はい。じゃあ次はグローブいっちゃいましょう。おー。これは出したよね、確か。出してないかもしれない。サブちゃんの方で出した。サブちゃんの方では出しました。結構コンパクトで、うん、しっかりと片付けの時も水もみですぐ柔らかくなって使えたので。結構これは公式軟式。これは軟式用です。でカラーがブラックとキャラメル。はい。テッチが赤です。はいはい。でラベルは、ラベルが直視の赤。直視最近増えてるのね。増えてますねこれ。で GS の場合はキャメルじゃないんだよね、はい、キャラメルなんだよね。キャラメルです。黒とキャラメルで、まあ、今時なカラー。あ、定番っちゃ定番のカラーですね、はいはい、革質がしっとりめだね。軟式用でも、まあ、同じテラダレザー使ってるからあるとは思うけれど、結構ちゃんとボールがくっついてくれるんで、しっとりめなんで外野取る時もスポッと入ってくれる感じですね、はいはいはい、じゃあ最後は、最後スパイクですね。スパイクです。ちょっとさっき使って汚れちゃってるんですけども、 GS の赤スパイクを履いております。軽いんですよスパイク。自分はいつも歯でしっかりと地面の食いつきも良くて、しかもここがメッシュになったんでさらに軽くなってるのかなと思います。これソールのかかとの部分にねしっかりとクッションがクッション入ってるんで、そんな疲れもなく、うん、試合でもヘッチャラですね。俺金具の GS の金具は履いたことがなかったからさ、全然軽いしました。あんまストレスない。ヒロトはこの3点を使っております。結構さ、はい、今後なんか GS で欲しいなってな。まあ今後はまあ自分が嫌なんで外野手のを出すかね、できればなと思う。まあまあ今それがあるからねあれだけど、これを使ってって、まあ、いずれかはって感じですね、うん、なるほどです。じゃあちょっと次は僕のもの紹介しようかな。そうですね。はい、じゃあね、僕のまず1個目は GS ミット。これは公式用で、はい、赤オレが出た時に速攻買いました。本体カラーがレッドオレンジってやつですね。だから学生も使える高校野球対応です。レースがキャラメルとなっています。レギュラーバックのタイプの、キャッチャーミットなので、このねストレスは一切ないです。 GS の特徴ってコンパクトめ、なおかつこの親指芯が薄い。取る時にここにこうやって こういうのが当たらないですよね、親指芯。そう、少ないのかなっていう感じはします。とステッチがねパープルとなっていて、で懐かしいでしょ。懐かしいですねそれ。思い出ですねそれ。2年前の年末かな。良平さんからしたら嫌な思い出。まあしゃあないけどね。まあ200キロのバスで静岡でね、どっかの誰かさんがやるかしたのかな。うん、ひげ濃いやつが俺しかいないじゃん。生きててよかったんで、 GS が守ってくれたっていう。良平さんのおかげです。まあまあそんなことないですけど、2年前、2021年の年末に僕行けなかったんですけどね、はいはい、静岡大阪遠征に、行ってた時に200キロ取るから公式用でって言って託したら、そう、柔らかくしてって言われたらまさかのマスカですね。そうですね、ウェブが全部行くっていう。その後ね、リバースさんに大変お世話になりました、はい、僕もちょっとお会いしたことないですけど、お世話になりました。はい。っていうので、まあ、そういった感じで、基本的には、公式取材の時とかで、僕は使ってるから、最近、まあ、ブルペン、公式で入らせていただいてたりとか、去年だと、青春フューチャーさん行った時にも、まあ、ちょっとこれで、みんなの変化球取ったりとか、そうですね。しました。まあ、今後もね、公式取材は多分、引き続き、まあ、させていただける、ありがたいことにね、まあ、予定も入っておりますので、まあ、そういった時に、こちらのミットで、バシバシ取っていこうかなと思っています。はい。お次がこちら、初代の GS スパイクです。本当に初期の初期だから、ゴールドとここがピンクになっていて、紐はこれちょっとアモに変えちゃってるんですけど、ザッと使い込んだ感出てね、めっちゃ出てるっすね。白スパの白エナメルの裏がポイントとなっています。横がちょっと広めかなと。おー、ワイド。うん、まあだから多分ヒロトも多分横は全然きつくはないです、ね、広めかなっていう感じはするんですけど、やっぱね、軽いし疲れないから。僕去年ね一回足の靭帯部分断裂してるんですよ。動画で出てないと思うんですけど、その時期多分去年の5月6月ぐらい、5月来なかったっすもん。ラガーズにも行ってないし撮影にも行けなかったっていう、うん、実は靭帯切ってたんですけど、まあその時に手の靭帯やってからの足の靭帯ですからね。その時はこれローカットだったんで、その時にちょっとまあやっちゃって、しばらくまあ金具のトラウトモデル、ナイキの使ってまし
ましたね。足靭帯切った後は履いてたんですけど、足首守られる感はあるんだけど、ミドルカットなんで重くて、なんだかんだやっぱり足治った瞬間こっちに速攻戻しました。ピッチャーやる時とかは基本トラウトだったんですけど、たまに急に上がるとかでキャッチャーとかでここが剥がれてきちゃったりとか、ここのねミシン目がだんだん2年も使ってたら、ね、そうそうそう、さすがに2つ使い分けはしてたけど、トラウトとそれでもちょっとガタが来てるってことで、まあ今はもう練習とかで使ってるようなスパイクになります。まだ本当に初期の本当に初期、本当初期ですよね、に出たスパイクなので、これはまあね使えるまで使っていこうかなと思います。で次ですね、ラストです。僕もまた足元なんですけど、2足目です、ね、2足目の GS スパイク、これはゾゾマリン用に買いました。本来ゾゾマリンに行くときに、もうねちょっとこっちのこれだとだいぶまあなってきちゃってるんで、おじさんに、本当違うわ、本当は今年用に買ったんだ、注文したんですよ。そしたらゾゾに間に合ってゾゾ用になったって感じなんですけど、本来はそうです。だから2023年のために、まあ、こっちがもうボロくなってきちゃってるからっていうんで新しく買ったっていうようなね、スパイクです。でまあ裏は一緒、仕様は完全に一緒体力のトラゲがもうブロックソールで、マークがサックス、マークサックスのステッチもサックスで、メーカーマークがシルバーのスパイクとなってます。ちょっとこれもね、アモじゃないにしろ何にしろちょっと紐変えようかななんて思ってて、でもシルバーの紐って見たことないよね。見たことない。白黒の紐があったらちょっとそういう系に変えようかなとも思っています。まあこれもまあ型番は変わんないんで、最初の初期のものと変わんないので、まあカラーリング的にちょっと落ち着いたカラーリングになってるのかなと思います。まあ僕が持ってる、GS に関してはこんなもんなんですけども、まあ今ちょっと気になってるのは、もう多分ね手に入らないとは思うんですけど、水色の年始に出たキャッチャーミット、年末かな年始かな、でまああの限定で出たじゃないですか、軟式用の、あれはめちゃくちゃ気になってました。正直言うと僕自身も結構今キャッチャーミット持ってるし、すでに GS さんのキャッチャーミットにお世話になってるので、まあちょっとね、これをもうちょっと公式用で育ててって、まあ撮影とかでバンバン使ってって、またなんか欲しいものがどうせ出てくると思うので、まあ、特に多分金具スパイクとかもちょっと気になってるんでね、まあヒロトも履いてるし、一時翔平さんも履いてたのかな、あとキャッチャーやってるっていう点でちょっとベルトスパイクも気になったりもしてるんで、そこをもしかしたら今シーズン中大井さんに、お願いするかもしれないので、まあ、そうなったらまたちょっとご報告、しようかなと思います。はい、両平からは以上です。はい、ということで、本日は、GS ね、いつもお世話になってる大井さん、走る大井チャンネルさんの、ブランド GS の、まあ、僕らが持ってるものを、そうですね、持ってるもの、はい、紹介させていただきました。まあ、今後もあのできればよろしければ大井さんズブズブの関係で仕上げてみると、はい、よろしくお願いします。まあ、この他にもね、翔平さんの方が、GS グローブだったりとかスパイクだったりとかも、持ってますので、まあそちらの翔平 TV チームが使う GS っていうのもね、まあ翔平さんもたくさん GS 使ってますよね、はい、はい、いるので、まあ、そういったところも試合動画見ていただいたりだとか、まあ、たまにね撮影で翔平さんの方も出てくれるので、そういうところで、ぜひそちらの道具の方も GS の方も、チェックの方よろしくお願いいたします。はい、あの大井さんの走る大井チャンネルさんの、動画はチャンネル概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。